はい、今回は失われた30年というですね、日本国民の給料が安すぎる件、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。多分ですね、僕より年上のリスナー様が聞いていただいていると思うんで、まあ、こちらのね、失われた30年についていろいろ思われるところがあると思うんですよ。で、まあ、僕もですね、まあ、ちょっとだけ、まあ、その期間に重なっているところがありますので、ただ、まあ、僕も、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、この日本国民のね、給料が低すぎるっていうのは、国民のせいではないわけですよ、明らかに、ね、別にその個々人の能力の問題とか、不真面目とか、真面目じゃないですか。で、ね、別に能力だって普通に働いてるわけじゃないですか。しかし、その、まあ、経済成長していないと、全然違うところにまあ問題があると、まあ、そういうことをまあ思ってますし、まあ、皆さんも思ってらっしゃるかと思うんで、そちらの件、考えていきます。で、まあ、この話についてですね、なんか分かりませんけど、御用学者っていうか、全然違うようなことを言ってるんですけど、いやいや、そんなに全く難しくもないしね、今のその、少子高齢化の問題にもつながるっていう話だと思います。こういった、まあ、統計データみたいのが出てるんですけど、安すぎる日本の初任給最低賃金の 1.3 倍とかね、初任給が最低賃金の 1.3 倍になってるっていうこと で、例えばこういう話になると、会社がお金を出さないのかっていうけど、そういうことではないと思うんですよ。まあ、厳密に言えば、企業がお金を出そうと思ってもなかなか出せないとかね、そういったようなことが関係あると思います。この失われた30年とか、まあ、日本人のその給料とか、そういったものに関して、まあ、よく言われるんですが、まあ、大卒の男性の初任給の、給料の推移ということで、日本というのは全然給料が上がってないということがわかるんですね。1993年から30年間平均してわずか 0.63% 0.6% しか上がってないとっていうことです。だから19万300円が30年後に、なっても22万9700円にしかなっていないっていうことで、これ何かっていうと、もう本当に単純なんですが、日本に消費税が入ったからでしょっていう、そういう話なんですよ。で、消費税っていうのは僕たち国民とか消費者がね、まあ、その消費する、そういったものもありますが、まあ、中小企業がね、その消費税を払うとか、そういったものであったり、経済循環が悪くなったり、そういったことに大きく影響するんですよ。だから、この消費税が入る前はそうではなかったんですね、日本は。だから、リスナー様で思われる方いらっしゃると思いますが、うん、僕はそう思ってます。別に国民がね、なんか能力がどうのこうのでもないし、どちらかというと能力が高いと思うんですが、で、勤勉だと思うんですね、日本国民っていうのは。で、その消費税が導入されたことによって、まあ、なんていうのかな、今までと全く変わったと。現に1978年から1994年まで、大卒の男性の初任給って、最低賃金の2倍だったんですよ。これがどん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 下がっていくっていう。で、このね、消費税が入ったのは確か1989年とか1990年ぐらいですから、日本というのはその大卒の男性でも最低賃金の 1.3 倍しか給料がもらえないとか、うん、で、高卒の男性も初任給の平均ね、1978年は 1.7 倍だったのが 1.2 倍まで下がってるっていうことで、うん、だからもう意味が違うんですよ。で、その当たり前ですけど、企業がなかなか払わないとかね、最低賃金だからそれ以上給料を払う気がないとか、払わないとか、そういったような話ではないし、国民が仕事ができないからとかでもない。うん、で、そのね、なんか書かれてましたけど、まあ、その仕事を、付加価値のある仕事をしていないから、給料をそんなに払う必要がないとかって言ってるんですが、そうじゃなくて、日本っていうのは中小企業が多いんですよ。日本の国内は中小企業多いんで、だからこの消費税が導入されて、
会社の流れが悪くなって、その中小企業が人件費にあまりお金を割けなくなったから、そういったことがこの目減りしていってる、理由であると考えられるんですね。よくなんかそんなことを言われてるんですけど、なんか日本の経営者は社員に給料を払う価値がないからとかって言ってるけど、そんなことでは全くないと思います。全くそこで世界を引き合いに出すとかっていうのも、意味がわからないしね。うん。で、なんか、中小企業の経営者は、日本政府の意図の通りに働いてるんで、賃上げしないとかって言ってるけど、そうではなくて、会社が給料を上げようと思っても、その消費税とか、あとそういった社会保険料とか、そういったものが負担が多くて、なかなかできない、あるいは経済の循環が悪い、そういったことだと、思うんですよ。だから、なんていうのかな、こういった問題になる。だから、すごく簡単に言うとね、皆さんもこういうふうに思われていらっしゃる方が、いると思うんですけど、この失われた30年っていうのの本質が何かっていうと、まあ、日本にそれまでなかった消費税が導入されたっていうことです。それまではのものはなかったしね。で、あるいはですね、日本っていうのはそれまで終身雇用制とかそういったものだったんですが、まあ、その正規雇用からどんどん雇用の形態が変わって非正規雇用中心になった、あるいはですね、日本に外資系の会社がどんどん入ってきて、そういったようなことが関係あるというか、そうだと思います。でですね、ちょっと関心深いことがありまして、こういったものを投稿されている人がいたんですね。やっぱりみんな思うことってのはいろいろあって、僕もありますし、リスナー様も、あると思うんですが、この失われた30年の、少し前の話だと思うんですが、その当時、今もそうですがね、その当時働いてる方とかが、いらして、その昔を知ってる方が今おっしゃってるっていうようなことだと思うんですが、どういったことを望むのかっていうと、クレヨンしんちゃんの世界を取り戻したいっていうんですね。結婚したら子供が2人いて、庭付きの一軒家に普通車を持ってペットと暮らすと。クレヨンしんちゃんが始まったのは1990年頃で、1990年頃の庶民の生活は、このようなものだったと。しかし今はどうなったのかっていうと、家ですね、マイホームも贅沢品、車も贅沢品、子供も贅沢品になるんじゃないかって。だからよくね、別に僕はマイホームも、僕は別にどちらかというとね、貧困なんでマイホームもマイカーも別に子供もいないですけど、別にマイホームもマイカーも、ペットも子供も別に贅沢品だとは思わないんですが、今のこの生活では無理ってことですよね。持つことができないと、家が結婚して家が欲しくても家を買うことができないから、だから結婚しない人もいるし、車っていうのもね、いろんなお金かかるじゃないですか。別にそんないい車じゃなくてね、普通に乗る車でも、車っていろんな税金がかかるから、うん。で、ペットっていうのもね、その庶民のね、ペットと楽しく暮らすっていう、そういったものも厳しいし、あと子供ですよね。子供も、お金の関係で、難しいと思う人が増えると。うん、で、この、投稿っていうのはね、例えば、いつなのかっていう、のがあれですけど、この人々がこういったことを思うことね、このクレヨンしんちゃんの生活を思う頃ね、結婚して子供2人、庭付きの家で車を持ってペットと暮らすっていうのは1990年ぐらい、これ庶民がこういう生活をしていたんですよ。今はそういうことが全くなくなりました。厳しい人が多い、僕もそうですし、リスナーさんもそうかもしれない。で、1989年に消費税が始まったんですね。だから始まってすぐは影響しないんですが、その数年、そして消費税っていうのはどんどん上がっていくわけじゃないですか。最初は 0% なかったものが 3%、 5%、 8%、 10% とね。で、さらに今もまた消費税を上げようっていうことを言ってるわけじゃないですか。で、それとは別に、別の形の増税ね、社会保険料負担とか、社会保険料の負担を増すとかね、で、その失われた30年の間にですね、不況があったんですが、その不況も、そういったものに取り組まなかったことで、日本国民の年収の平均値、中央値がどんどん下がっていく、あるいはですね、そういった労働力は今度外国人を入れて、それで穴埋めしていくということで、そういったことがあっての失われた30年だと思うんですよ。だから、とても僕たちが過ごしている今が厳しいっていう話だと思います。
で、今だってね、その世界情勢とかがあるんで、日本国内物価高で厳しいわけじゃないですか。国民生活がとても厳しい中で、で岸田がまた増税とかって言ってるわけじゃないですか。だから失われた30年とか日本国民の給料が安すぎる大きな原因っていうのは政治にあるんですよ。それとしか考えられないんですよ。別にね、よくそういう話をすると中小企業の経営者がその社員にお金を払わないとか、例えば国民が能力がどうのこうのとかって、そんなことじゃないと思いますからね、うん、だから一言で言うと、こういう投稿があって僕も思いますが、昔の日本の当たり前は今の日本の当たり前ではないんですね。昔の日本で当たり前としていたもの、昔の日本の当たり前の幸せっていうのが、今はその幸せが当たり前ではなくなったと。だから少子化の問題っていうのをね、今騒ぐじゃないですか。少子高齢化とか、もうすでにこの30年前からそういった兆しを見せていたんですよ。ただそういったことに、対策もしなかった、あるいはずっと放置していた、見て見ぬふりをしていた。だから今こんな大変なことになってるんですよ。だからまあね、今からじゃ正直遅いかなっていうところもあるのかもしれないんですが、まあ、そういった後ろ向きなことではなくね、うん、今からでも日本のことを考えてね、まあ、より良い日本になってくれる、まあ、方が政治家になって日本の舵を切ってもらいたいし、ね、別に政治政党そういったものだけでは良くなるとは思わないんで、僕たち日本国民がですね、まあ、より良い、そういった方向に、まあ、向かって、まあ、いけるようになればいいなと思って、今回こちらの内容についてお話してみました。まあ、この失われた30年とかね、日本国民の給料が安すぎるっていう話、たまに話題に出るんで、まあ、僕の解釈なんですが、何かしらご参考になっていただける、ものがあれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。